佐賀の野望が打ち砕かれ平穏がもたらされたのもつかの間、サンクチュアリでタウラスのアルデバランが何者かに襲われ、アテナ・キドサオリのもとに謎の戦士が現れる。彼は自らをゴッドウォーリア、ゼータ星のシドと名乗り、アテナに宣戦布告を告げる。ゴッドウォーリアの主である北欧アスガルドの神オーディーンの地上代行者ヒルダ。彼女はアテナに代わり地上を支配する野望に取り憑かれたのだった。アテナと共にアスガルドに向かった聖夜たちは、氷河の助けたヒルダの妹フレアから恐るべき事実を聞かされた。ヒルダは何者かの力で邪悪な心に囚われているというのだ。彼女の指にはめられたニーベルンゲンリングを外し、その呪縛を解かなければ、今までヒルダの祈りによって守られてきた北極と南極を覆う全ての氷が一気に溶け出し、この地上のほぼ全域が水没してしまうというのである。アテナは自らのコスモを持ってそれを防ごうとするが、食い止めることができるのは日没までの半日足らずでしかなかった。一刻も早くヒルダを指輪の呪縛から解き放とうとする聖夜、氷河、シュンたちの前に、アスガルドの伝説の戦士七人のゴッドウォーリアが立ちはだかる。ここに新たなる熱き戦いの火蓋が切って落とされたのだった。日が沈むまでにヒルダを捕らえなければ、アテナ・サオリのコスモが尽き、地上は海に沈んでしまう。ヒルダのいるワルハラ宮へ向かう聖夜と氷河、シュンだったが、彼らの前にゴッドウォーリアが立ちはだかるのだった。お前はガンマ星フェクダのトール、ミルニルハンマーによってお前たち3人の首ことごとく跳ね飛ばしてくれよ。ワルハラ宮までまだまだ道のりは遠いというのに、こんなところで手こずっていたか。よし、このまま俺に任せて、お前たちは先へ進んでくれ。ミョルニルハンマー、ペガサス流星剣、やったぞ。2本のハンマーを流星剣で跳ね返した。ガー、シュン、ヒョウガ、トールは俺たちの作戦を読んでいたんだ。俺の流星剣がミョルニルのハンマーを跳ね返したんじゃない。奴は最初からヒョウガとシュンを狙って投げたんだ。今度はペガサス、お前の番だ。なんて凄まじい憎悪に満ちたコスモなんだ。ゴッドウォーリアとは一体。お前たちのように暖かな太陽の下でぬくぬくと暮らしてきた奴らには分かるまい。この北の果て極寒の地アスガルドの人間にとっては、すでにこの地に生まれた時から戦いは始まっているのだ。だがこれからはこのアスガルドがサンクチュアリを叩き潰し、世界に君臨し支配するのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。はい。我ら七人のゴッドウォーリア、ヒルダ様の偉大なる力によって生まれた伝説のゴッドウォーリアを身にまとい、ヒルダ様を守り戦うのだ。アテナを守るためにここにいるんだ。人間をあまり甘く見るんじゃないぜ。クシャクだ。桁違いのパワーだ。今まで戦ってきたどんな相手も諦めるわけにはいかない。俺がここで諦めてしまったら、まだまだ。アテナ、戦えばいいんだ。このテールの強大なパワーに打ち返すことが俺にできるのか。クシャクだ。俺たちは宇宙に来て懸命を戦いながら、いろいろなことを学んだ。最大の剣、タイタニックハーキーズ。ゴッドウォーリアを甘く見るな。全員の誇りを忘れず逃げてはいけない。奴の剣をよく見るんだ。俺のコスモ、コスモがみなぎる。ペガサス流星剣、終わりだ。ヘオよし、
コスモの方が少し上だったようだな。トール、ヒルダは何者かによってニーベルンゲンの指輪をはめられ、その魔力に操られているんだ。だから俺たちは黙れ。もはや問答無用、戦うのみ。そこまでだ。無事だったか、セイヤ。シリュウ、遅れてすまん。老師の元から今駆けつけたんだ。シリュウ、俺のことより氷河たちを頼む。俺がトールを食い止めてる間にヒルダのところへ向かってくれ。そういうわけにはいかんのだ、セイヤ。なぜだ、シリュウ。俺は老師からアスガルドのヒルダとゴッドウォーリアーについてお聞きしたのだ。さすが老師はすでにアスガルドの異変に気づいておられた。そしてヒルダを邪悪へと導いたものはニーベルンゲンの指輪であろうということも。しかしニーベルンゲンリングの持つ魔力を断ち切ることができるのは伝説のバルムングの剣を使うほかないという。そしてバルムングの剣を手に入れるためには7人のゴッドウォーリアたち全てを打ち倒し、そのゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアを集めねばならんというのだ。ということは、シリュウ。うむ、ヒルダの指輪を外すだけではダメなんだ。7人のゴッドウォーリアをことごとく俺たちの手で打ち倒さなければ。バカな、そんなことができると思っているのか。シリュウ、お前の話を聞いて生き返ったぜ。トールは必ずこの俺が倒してみせる。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。ミョルニルハンマーを受けてみるがいい。ファイ、くらえ。こいつを倒さなければサオリさんは救えない。俺は勝つしかないんだ。あれほど俺の剣を浴び傷つけながら俺が刺すのコスモ、衰えた方がますます高まる。だが所詮ここまでが限度。昔のヒルダの方にこそ何よりも温かだった。一回の彼らの俺にも気合の言葉をかけてくださった。しかし今はやはりペガサスが言っていたことは正しかったのかもしれない。とにかく美しいヒルダはまるで変わられてしまったのだ。よっ、何を迷っている。ヒルダ様は我らゴッドウォーリアのところは最大の剣、タイタニックハーキリーズ。ゴッドウォーリアを甘く見るな。俺はゴッドウォーリア、ガンマ勢フェルダのドゥーマンだ。くしゃくだ。サガとの戦いを思い出せ。究極までコスモを高めるんだ。サオリさんも極限まで高まれ。ペガサス水星剣。これで終わりだ。ウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。ペガサス水星剣。見事だ。そうだペガサス、お前ならヒルダ様をあの時のような気高く温かなコスモに包まれたヒルダ様に戻してくれるかもしれない。バカな、俺の流星剣は確かに奴の体を貫いたはずなのに、まだ立っていられるなんて。ならばもう一度。待てセイヤ、奴はすでに息絶えている。トール、お前。トールの目から涙が。セイヤ、これが老師の言われていたゴッドローブの守護石オーディーン・サファイアだ。つまりこれを7つ、いやあと6つ集めればニーベルンゲンリングの魔力を断ち切るバルムングの剣を手にすることができるのだな。このまま4人で向かっては時間の無駄になるだけだ。よし、手分けしていこう。奴らの目的はアテナだけではなく俺たちを倒すことにもある。必ず俺たちの行く手に現れるに違いない。よし、みんな絶対に死ぬなよ。ゴッドウォーリアを倒し必ずワルハラ宮で会おう。よし、行こう。